おはようございます。釣り子 TV です。これね、シマノのブラックバス用の気になる最新ミノン、ワールドミノー 115SPFB っていうことでね、こんな感じの、ミノープラグ買ってきてみましたよ。これね、気になっていて買いたかったんですけども、最初出たやつはね、もうあっという間にね、売り切れちゃって、わー、欲しかったなーと思って、で、釣り具屋さん覗いたらね、ちょうどね、ポンとね置いてあって、サスペンドモデル 115-17g、ピンクワカサギっていうことで一つ買ってきてみました。じゃあ早速開けていきたいと思います。何が新しいのかって、これね開けてね見ていくとね一目瞭然だと思うんですけども、はい、こういう感じで出してね、はい、出してここフラッシュブースト機能って、新しいね、こうね、見えるかな、こう。ここにね、光のプレートが入っていて、これがちょっとした振動とか泳ぎによって、こう、キラ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 ね、光る。こういうね、新しいギミックが搭載されているんですよね。で、形はこういう感じですごいオーソドックスな形なんですけども、このきらめきによって、通常と違うね、なんだろう、魚にインパクトを与えて、それでバイトにね、持ち込むっていうね、こういうコンセプトでいいと思うんですけども、でですね、針の方を解除していくと、あー嬉しいですね、この、11センチ台のボディに強力なめちゃくちゃ刺さりのいいフックが3つ搭載されているね。はい、この仕様、こんな感じの11センチ台のミノーね、あの OSP のバルナーとかがここら辺のライバルに当たるんじゃないかなって思いますけど、あれめちゃくちゃ釣れるんですよね。とんでもなくよく釣れるミノーっていうことで、でそれのなんかちょっと違った感じの味付けのやつ欲しいなと思っていたところ、これドンピシャなサイズ感と、あとこういうまあね、針が3本地獄がかりなところと、リップの形状もね結構ねオーソドックスな、これこの感じの、なんと言ったらいいのかな、この感じのちょっと幅広ずんぐりむっくりな、これがジャーキングとかにも良さそうだし、ただ巻きなんかにもね良さそうだなと思ってね、でフラッシュブーストするしっていうことで一つ買ってきてました。でこれ裏に説明とかは、あこっちじゃないかな、これバンタムって書いてあります。あこっちに書いてありますね。ちょっとね説明のところを見ていきたいと思います。安定した飛距離と水中で連続アピール、ワールドミノー 115SP はフラッシュブーストと ARC 重心移動システムを搭載したサスペンドミノーです。逆風にも強い安定した飛行姿勢、飛行距離を ARC システムを搭載することで実現、水中で止めた時でもフラッシュブーストが連続アピールします。このフラッシュブースト頭のところについてますけども、でフラッシュブースト機構についてですね、ボディ内部にスプリングで反射板を吊るしたフラッシュブースト機構、ロッドアクション等の振動を利用し、さらにスプリングで振動を増幅させることでルアーを止めた時にも小刻みなキラキラとしたクラッシングで誘い続けます。で ARC 重心移動システムですね、シマノ独自の ARC 重心移動システムはシャフト式重心移動ウェイトをスプリングで制御、キャスト時に、ウェイトが高単位移動し飛距離を伸ばし、ルアーが着水する前にウェイトがスプリングの力で泳ぎ位置に戻る構造で、着水後の一巻き目からベストなパフォーマンスを発揮することが可能ですっていう感じで、こんな風にね裏に書いてあるんですけども、そんでね価格はですね2124円税別っていうことで、まあねちょっと2000円超えてくるようなねお高めのミノーなんですけども、そこにはシマノのね ARC ってこれめちゃくちゃ海ではねよくね使ってたんですけど、ほんとねこの重心移動システムねキャーンって飛んでくんですよね。それが搭載されているのと、このきらめきの新しいね、まあなんだろう、魚って今まで感じたことない、なんかってすごいね、
最初反応しやすかったりっていうのがあると思うので、まあ、そんな時にこういう新しいきらめきの仕方と飛距離、ね、今まで届かなかったとこなんかにも届くんじゃないかなということで、一つ買ってみました。実際にはねもちろんブラックバスでも使うんですけども、結構この手のねボリューム感サイズ感っていうのがね、海であのイワシを、追いかけ回してるシーバスなんかにねすごい効いたりするので、そうだな、多分まずは海で使ってみたりとかね、これ、ブラックバス用のバンタムかもしれないんですけど、まず海で使ってみたり、あとは、秋のね荒食いシーズン12月の結構中旬ぐらいまでね、ハードプラグで釣れたりっていうのがあると思うので、そんななんか今日行けそうだななんていうタイミングで、ブラックバスで使ってみて、で実際にはやっぱサスペンドミノーっていうことで、来年の2月の中旬ぐらいから、まあ、3月の後半ぐらいまでね、そこら辺の春のミノをよく釣れるななんていうシーズンにね、積極投入ブラックバスなんかではしていくんではないかなと思います。何にしてもねこのサイズ感ね、ぜひもんで使いやすいなっていうところではあるので、どしどしとね、投げていきたいと思います。この他にもねこのフラッシュブースト機能がついた、ルアーっていうのが海用だとねあの大きめの、シーバスとかヒラメ狙う、ミノーシリーズにも搭載されていたり、あとはねあの海の青物なんかを狙う超巨大なペンシルベイトにも超巨大なねフラッシュブースト機能のついたねモデルがあったりとね、なんかね着々と増えてきて、このたまにあるなんかシマノのこの急に投入される最新技術って本当楽しいですよね。まあ、あの DC ブレーキなんてのが初めて出てきた時もびっくりしたんですけども、このねフラッシュブーストもねさりげなくも店頭にどんどん並び出してますけども、なかなかありそうでこういう感じの考え方ってなかったよななんていう風に思ってね非常に期待しております。まあボディに関してはねこういう感じです。で、115ミリというね、釣れ線のサイズ感になっていますので、なんか目新しい面白いミノないかななんて検討してる人は、一つ店頭で手に取ってみてはいかがでしょうか。はい、というわけで、本日の釣り子 TV はこちら、シマノの、バンタムシリーズになるんですね、ワールドミノ 115SP、これを買ってきて開封してみてよってこういった動画でした。はい、釣り子 TV でした。また会おうぜ。